日本における喫茶店の歴史。日本における喫茶店の歴史。日本にコーヒーが伝来したのは、江戸時代、徳川綱吉の頃で、長崎の出島において、オランダ人に振る舞われたのが最初であると考えられている。大田南方の敬保また綴りには、焦げ臭くして味古に耐えずとあり、日本人の味覚には合わず受け入れられなかったことが記されている。その後、 黒船来航と共に西洋文化が流入し、長崎、函館、横浜などの開港地を中心として西洋料理店が開店するようになり、そのメニューの一部としてコーヒーが一般庶民の目に触れるようにな。慶応2年1866年に輸入関税が決定され正式にコーヒーが輸入された1877年、明治10年頃になると、 コーヒーを商品として取り扱う地盤が出来上がり、下岡蓮城が戦争時境内に開設した油絵茶屋1876年を、はじめ神戸元町の方向堂、1874年、明治7年開店から創業は、天保年間、現在も神戸市中央区元町通りに現存、東京日本橋の荒井湯霊亭1886年、 明治19年開店などの店でコーヒーが振る舞われた。現代に見られるような本格的な喫茶店としての携帯を初めて持ったのは1888年、明治21年に開店したカヒサ館である。勤めていた外務省を辞めたテイエケが現在の台東区上野に開店したカヒサ館は現代の複合喫茶の様相でトランプや ビリヤードなどの娯楽品、国内外の新聞や書籍、化粧室やシャワー室などが備えられていた。テイはコーヒーを飲みながら知識を吸収し文化交流をする場として広めようとした。当時ブラックコーヒー一杯の値段は10005輪、牛乳入りコーヒーは2000だったが、そばは8輪から1000でした。経営が振るわなかったことに加え、テイは投資にも失敗して、 多額の借金を抱えたため、1892年、明治25年にその幕を下ろし、帝は日本を去って、偽名で、アメリカ合衆国に密航した。それからしばらく経った1911年、明治44年、画家の松山正造、平岡ゴンパチロー、幼いカオルが、パリのカフェをイメージして4月に開店した、カフェプランタンをはじめ、水野竜のカフェパウリスタ、 築地西洋圏のカフェライオンなど銀座にカフェと称する店が相次いで誕生する。それぞれの店は独自色を打ち出し、カフェプランタンは初の開園製カフェとして、カフェパウリスタは初の庶民喫茶店、初のチェーン店舗型喫茶店として、カフェライオンは初のメイド喫茶として人気を博した。また、この頃温めた牛乳を提供するミルクホールも登場し、 学生などに人気を博した。一方、大阪では1912、明治45年、旧川口居留地の大阪市西区川口町に、カフェ駅さらぎがオープンしている。昭和に入ると、飲食を提供しつつ、女給のサービスを主体にした店と、あくまでコーヒーや軽食を主体とした店への文化が、進む。前者はそのまま、カフェ、または、特殊喫茶。 特殊飲食店として、バーやキャバレーのような形で次第に、風俗的意味合いを持つようになった。1929年、昭和4年に、カフェバー等取締り要項が、1933年、昭和8年に、特殊飲食店取締り規則が出され規制の対象となった。一方、公社は、純喫茶、喫茶店と呼称されるようになり、やがて外来する店舗も含んだ。 カフェとして発展していくこととなった。1933年、昭和8年当時は特殊飲食店が喫茶店の2倍を数えたものの、一般庶民にコーヒーが浸透し始め、1935年、昭和10年には東京市だけで1万店舗を数えるなど、順調に増え続けサービスや提供形態の多様化が進んだ。多様化は地域の特性を育み、 例えば銀座は高級感を売りに出した店舗が特徴として知られるようになり、神田は、洋子短霊女性給仕を揃えた学生を対象としたサービスを展開、人王町は落ち着いた雰囲気で本を読みながら過ごす、スタイルが定着した。戦前の喫茶店、カフェや、女給の姿は、長井家風や谷崎潤一郎の、知人の愛、広津和夫の、女給、流泉寺雄の、 石寺スナップ夜中から朝まで、太宰治林文子の放浪記、佐田稲子のレストラン落葉、平林太子の砂漠の花、宇野千代の四墳の顔などの作品で様々に描き出されている。しかし日中戦争が勃発し、戦時体制が敷かれるようになるとコーヒーは贅沢品に指定され、1938年、 昭和13年には輸入制限が始まった。第二次世界大戦が始まると完全に輸入が禁止され供給源を断たれた喫茶店は次々と閉店していった。そのような中でも大豆やゆり根を原料とした代用コーヒーを用いて細々と経営を続ける店もられた。また、こうした事情を契機として喫茶店から別の業種へ転向した店も多く見られ、線引きやウエスト、 コロンバン、中村屋などは、その転候が成功した代表的な存在である。戦後の荒廃した日本で、喫茶店が復活を見るのは1947年、昭和22年頃からで、戦時下の代用コーヒーや、米軍の放出品を用いた GI コーヒーなどが、提供された。一般に、コーヒーが、再び広まるのは、輸入が再開された1950年。 昭和25年以降となる。こうした輸入豆は、その需要のほとんどが喫茶店であったとみられ、折原コーヒーの代表である、折原烈男は、当時を振り返り、輸入が再開されたコーヒーは、その9割以上が喫茶店で消費されていた。そのほとんどは、個人経営の喫茶店だったと語っている。世の中が平成を取り戻すにつれ、その時の世状を取り込んだ。 様々な喫茶店が攻防した。1960年、昭和35年頃は、個人経営の店が主流となり、店主のこだわりが、店の個性として色濃く反映された茶店が人気を獲得した。特に、音楽系喫茶と呼ばれる、喫茶店は、三輪明弘や金子ゆかりなどを輩出した、銀、パリに代表されるシャンソン喫茶、アッコブ、メグ、明かりのようなジャズや、 ロンの音楽演奏がサービスの主となった、ジャズ喫茶、歌声喫茶、ロック喫茶、後年のディスコやクラブなどに多大な影響を与えたロカビリー喫茶、ゴーゴー喫茶など多数の業態の店が誕生している。LP レコードなど、金銭的にも個人レベルでは入手が困難であった時代であり、喫茶店にはこうした音楽鑑賞を趣味とした庶民たちへの場所が子といった、 要素が強く出ていた。そのため、住宅環境の改善や、音楽配信媒体の低価格化が進むにつれ、こうした業態の喫茶店の需要はなくなっていった。1970年、昭和45年頃、名古屋で、漫画喫茶という業態の喫茶店が誕生する。雑誌やコミックを多数取り揃え自由に読ませる形式が広く受け入れられ、ブームを巻き起こした。当初、 漫画喫茶はフルサービスの店が主流でいる退店時刻を店側が管理し規定時間を超えた場合はもう一品注文してもらうといった方式が一般的であった。さらに1995年、平成7年以降のインターネットの普及に伴い、こうした店は漫画のほか、インターネットのサービスも提供するようになる。全国にチェーン展開されるとパーソナル化が進行し、 現在に見られる簡易な間仕切りが施されたセルフサービスタイプの店舗が一般化した。1970年昭和45年代以降はコーヒーを飲むという行為がより大勢の人に浸透しコーヒー館やカフェドコロラドといったコーヒー専門店も登場した。やがて時代の流れが早くなり喫茶店でのんびりといった行為が見られなくなると こま切れに空いた時間を活用したいという客のニーズに合わせた従来の喫茶店に代わるセリフサービスのカフェが主流となった。そうしたカフェの文化概念を日本で確立し定着させたのは、鳥羽博道が1962年、昭和37年に設立したドトールコーヒーであ、セリフカフェが定着していた日本に1996年、平成8年に進出してきた スターバックスはカフェラテに代表されるミルク系コーヒーいわゆるシアトル系コーヒーをもたらした。スターバックスのメニューや提案は特に女性に指示された。スターバックスは日本に上陸してわずか10年で業界最大手であったドトールコーヒーの売り上げを上回り一躍業界最大手に躍り出たことでも知られる。続いて日本に進出してきたタリーズコーヒー。 シアトルズベストと合わせて、シアトルサンヤとも呼ばれる。このように躍進的な動きはあるものの近年の喫茶店業界全体を見ると、後退の一図であり、1981年、昭和56年には154,630点を数えた喫茶店は2014年、平成26年には69,977点と、約半減している。 上記表は、全日本コーヒー協会が発表した、コーヒーの需要動向に関する基本調査において、1週間あたりのコーヒー飲用配数を飲用場所別に集計したもので、全体としての総飲用量が増加傾向にあるにもかかわらず、喫茶店での飲用量は加工している。景気の冷え込みによる外食産業全体の不振のほか、コンビニエンスストアやファーストフード店の強用な、 外食産業の多様化が原因とされ、特にコンビニを中心として展開される、チルドカップコーヒーは年々その市場規模を拡大している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。